作品は作者のものである。果たしてそうだろうか。フランスの評論家ロラン・バルトはかつてこう言った。書かれた作品をどう読むかは読者次第であり、作品の意味を決めるのは作者ではなく読者である。作者の死によって真の読者が誕生する。